ギャラクシー S20 はサムスンエレクトロニクスが設計、開発、製造、発表、発売したスマートフォンである。ギャラクシー S10 シリーズの後継モデルとして2020年2月11日にアメリカサンフランシスコで開催されたギャラクシーアンパックと2020にてギャラクシー、Z フリップなどと共に発表された。製品群の中でも S20 Ultra は ゴージー時代の最高機種として1億800万の画素数を持つカメラを搭載し、発売当時のすべてのスマートフォンを超えるだけでなく、デジタル一眼レフカメラも超える仕様を誇っていた。グローバル発売は2020年3月6日、エッジのある有機 L ディスプレイで HDR10-120Hz のリフレッシュレートに対応したダイナミックアモレット 2X を全モデルで搭載する。 ピーク時の画面起動は1342ニトで解像度は3200440。画面はゴリラグラス6で覆われパンチホールカメラが搭載されたインフィニティー O ディスプレイとなっている。色を変えずにブルーライトをカットするアイコンフォートディスプレイは通常より42%カットするギャラクシー S10 よりさらに18%カット性能が高くなっている。 指紋認証スキャナーは画面下に配置され画面上で指が触れることでロックを解除するデザインテーマはアポンザ・ホライゾン・オブ・イノベーションディスプレイはパンチホールカメラを搭載し極限まで全画面に近づけたインフィニティ・オーディスプレイを搭載しているアウトカメラは端末背面左上にスクエア・パンプを設け搭載しているカラーバリエーションは シックなコズミックブラックとコズミックグレー、明るく淡いクラウドブルーとクラウドピンクを基本ラインナップとし、国によってはその他の限定カラーも販売する。カラーバリエーションについては、カラーバリエーションも参照。ギャラクシー S8、S8 から搭載されていたビッグスリー専用キーは、ギャラクシー Note ー10シリーズに続いて廃止されている。基本構成 S20 は、広角、超広角、 望遠のトリプルカメラ構成。S20 はそれに、深度測用カメラを加えた、クワットカメラ構成。S20 ウルトラは、画素数の異なるクワットカメラ構成。カメラ概要、スペースズームとして、S20 と S20 は3倍ハイブリッド光学ズーム30倍、超解像デジタルズームに対応。S20 ウルトラは10倍ハイブリッド光学ズーム100倍。 超解像デジタルズームに対応する。また、8K ビデオ撮影に全モデルで対応している。ビデオ内から 33MP のスチール写真を取り出すことも可能。ワンタップで複数の動画や画像、GIF 画像を撮影するシングルテイク機能を新しく搭載する。スーパーステディとナイトモードはより強化されている。シーン判別機能、ショット提案機能。 ライブフォーカス機能、プロモード、スーパースローモーション、ハイパーラプス、ズームインマイク機能、ビックスビービジョン、パノラマモード、インスタグラムモード、AR ドゥードル、AR 絵文字、3D スキャナー機能なども引き続き搭載。その他、Android q p ワ1 UI で廃止となったビデオの、プロモードが復活し、ビデオ撮影時に細かい調整を施せるようになった。F 値切り替え機構は、 ナイトモードの強化により、今回は搭載されていない。その他、新たに 4KUHD 動画を撮影中に、アウトカメラとインカメラの切り替えが可能になった。ギャラリーアプリでは、検索機能の強化や写真を探しやすくする、クリーンビュー機能、自分でフィルターを作って好きな画像に反映させることができる、カスタムフィルター機能、お気に入りの画像や動画から、ビデオクリップを作成する、 ハイライトリール機能、シミや細かい汚れを消せるスポットフィクサー機能などが搭載されるなど、各方面で機能追加、強化が行われた。S20 ウルトラは、プロ用カメラと同等というわけではなく、本体への過負荷を避けるためか、静止画の 108MP 撮影の際には、RAW 画像が残せず、動画の 4K60FPS 撮影の際には、 HDR や1 0ビット触進度が無効化されるという制約がある。また、108MP 撮影では膨大な画素数と比べて、イメージセンサーのサイズが小さい上に、エンコード時の圧縮率が高めであるため、細部の描写が甘くなり、画素数の多さが生かしきれていない。スピーカーは、ドルビーデジタルとドルビーデジタルプラスを含む、ドルビーアトモスに対応し、 ハーマンインターナショナルの音響ブランド AKG がチューニングしたステレオスピーカーを搭載する。付属する優先イヤホンも AKG のチューニング。3.5mm イヤホンジャックは S シリーズのフラグシップモデルとしては初めて非搭載。レコーディングマイクはハイ AOP マイクによってノイズが抑えられている。全モデルが標準で第5世代移動通信システムに対応している。 S20 はサブロクのみ、S20 と S20 ウルトラはサブロクとミリ波の両方に対応。また、5G が開始していないまたは開始する予定が立っていない国と地域に対してのみ展開する LTE モデルも存在する。ノックスタンツはカーネルの定期的な監視により常に脅威となるリクエストをブロックするロック解除が行われていない状態ではデータが 暗号化され復元できないなどの機能を備える、セキュリティシステム NOX によって保護される。ロック解除は超音波式画面内蔵型指紋認証、顔認証、パスワード、ピン、パターンに対応する。S3K250AF 新たに、セキュリティチップ S3K250AF を搭載する。このチップには、生体認証データやピンコード、 パスワード、暗号通過の証明データなど、極めて重要なデータが格納される。このチップは、プロセッサとは完全に分離され、隔離したデータストレージでプライベートなデータを保護することができるとされている。その他、コンポーネントを操作する攻撃、ハードウェアエラーを引き起こす攻撃、熱と、 電磁放射を分析する攻撃などの攻撃者がスマートフォン本体を手にした時に可能となるハードウェア攻撃に対しても無効な電圧、温度の検出や高度な暗号化などによってデータの取り出しやロック解除エラーカウンターの意図しないリセットなどをブロックするストロングボックスキーマスターにも対応しこれらの機能がサードパーティーアプリケーションにも適用されるまたこのチップは モバイルデバイス向けのセキュリティ基準、コモンクライテリアエヴァリエーション、アシュランスレベル5を達成している。バッテリー容量は S20 が 4000mAh、S20 が 4500mAh、S20 ウルトラが 5000mAh となっている。人工知能がバッテリーの使用時間や使用状況を分析し、バッテリーを最適化する。 インテリジェントバッテリーも引き続き搭載する。ワイヤレス充電は地位に対応。ワイヤレス充電はファーストワイヤレスチャージング2.0によって、優先充電は USB パーデリバリー 3.0ppps に対応したスーパーファーストチャージングによって高速化されている。なお、USBIF から急速充電認証を正式に取得したのは世界初。その他、 他の地位に対応したスマートフォンやスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどに給電できるワイヤレスパワーシェア機能も引き続き搭載する。カメラを使って空間に絵が描ける AR ドゥードル、自らやディズニーキャラクターなどをアバターとして使用できる AR、絵文字、ものをスキャンしデータ化したり AR 空間で利用できる 3D スキャナーなどの拡張現実機能がある。これらは今回から AR Zone というアプリケーションにまとめられている。内部ストレージは最低 128GB、最大で 512GB となる。最大 1TB までのマイクロ SD カードに対応している。RAM は最低 8GB、最大 16GB。冷却システムはベーパーチャンバー冷却システムを搭載。オペレーティングシステムは アンドロイド 10iUI2.1 となっている。近くにいる人とファイルをやり取りできるクイックシェアを新しく搭載する。最大同時共有人数は5人。UI 上のアニメーションや触覚フィードバックもさらに直感的になるよう改善されている。毎年制作されるメイン着信音 Over アッ the Horizon は2020年版のデジタルウェルビーイングテーマを収録。 着信音、通知、及びシステムサウンドに適用されるサウンドテーマは、Galaxy、カ a r m Detro、f n の4つから選択可能でそれぞれにテーマに沿った楽曲やサウンドが複数収録されている。その他、Android10 の新機能としてリリースされ、英語圏の Google Pixel シリーズで利用可能となっていた高精度リアルタイム字幕機能、ライブキャプションが Pixel 以外のシリーズで、 初めて利用できるようになった。防水防塵は IP68 に対応。パソコンとの接続機能、DEX も引き続き搭載。ソークはグローバルモデルでは、エクシノス990。アメリカカナダ、中国、日本、ラテンアメリカ、韓国向けモデルは、スナップドラゴン865。それぞれ発売時点最上位のモデムが採用されている。その他、 ギャラクシーのフラグシップシリーズでは伝統的となっていた心拍数センサーはギャラクシーノート10シリーズに続いて廃止となった。先行発売国では2020年2月27日に発売。アメリカ、カナダ、シンガポール、ベトナムなど20カ国以上ではグローバル発売日の2020年3月6日に発売。この日に先行発売国でも本格販売を開始。 3月中に130以上に発売国、地域を順次拡大。ほとんどの国とキャリアは、Galaxy S20、S20、S20 ウルトラの3、モデルすべてを扱う。通常モデル Galaxy S10 シリーズや、Galaxy Note ーー10シリーズのような大きな差別化は行われていないが、Galaxy S20 シリーズには、全モデルに 5G 対応モデルと LTE モデルが存在している。そのため、 多くの国では、Galaxy S25G、Galaxy S25G、Galaxy S20Ultra 5G を展開するが、その他の地域では、Galaxy S20LTE、Galaxy S20、LTE、Galaxy S20Ultra LTE として展開されている。特別モデル Galaxy S25G オリンピックゲームズエディションは、日本の NTT ドコモから限定発売予定だったが、 新型コロナウイルスの流行による影響で2020年、東京オリンピック2020年、東京パラリンピックが2021年に延期になったことを受け、発売中止が発表された。ギャラクシー S20、BTS エディションは、アイドルグループ、BTS とのコラボレーションモデル。2020年6月16日にギャラクシー w a t BTS エディションなどと共に、グローバル発表され、 多くの国で展開されている。5G 対応モデルと LTE モデルがあり、日本においては 5G モデルが KDDI 限定で2020年9月上旬から発売、2020年7月16日から予約を開始することが2020年7月15日に発表された。なお、2020年7月15日からは渋谷区のギャラクシー原宿の1階と2階において、 BTS 特設コーナーが設けられ、コラボレーションモデルに触れることができる。カラーバリエーションは、国と地域、携帯電話キャリアによって異なる。カラーバリエーションも参照。日本においては、ドコモと KDDI が 5G 対応スマートフォンとして、Galaxy S20、S20 を投入する。楽天モバイルは未発表。最上位モデルの Galaxy S20 Ultra は、KDDI が 独占的に販売する。ギャラクシー S20 ウルトラについては、2020年6月25日に日本発売発表を記念した、ギャラクシー S20 ウルトラ 5G 特別製品発表会がオンラインで開催された。ギャラクシー原宿から生中継され、担当者の牧匠やギャラクシー原宿クルー、YouTuber の渡辺和正が参加した。ギャラクシー S20 は、 ドコモ、au の 5G サービス開始日である2020年3月25日、2020年3月26日に、それぞれ発売された。発売にあたっては、東京スカイツリータウンなどで 5G 体験スポットを用意した。Galaxy S20 は au が2020年6月4日、ドコモが2020年6月18日に発売した。 ギャラクシー S20 ウルトラは AU が2020年7月3日に発売した。ギャラクシー S25GBTS エディションは AU が2020年9月上旬に発売する。ギャラクシー S25G オリンピックゲームズアスリートエディション2020年東京オリンピック特別モデル。ギャラクシー S25G オリンピックゲームズアスリートエディションが関係者やアスリート向けに配布される見込み。 開催延期を受け、実施の可否は不明。ギャラクシー S25G オリンピックゲームズエディション、ギャラクシー S25G オリンピックゲームズアスリート、エディションと、ほぼ同仕様。2020年6月以降に、NTT ドコモから、発売予定であったが、2020年東京オリンピック、2020年東京パラリンピックが、新型コロナウイルスの影響によって2021年に、 延期になったことを受け、2020年4月22日に発売中止を発表。すでに購入予約をしている人には、4月27日から順次ドコモから電話で、発売中止の旨が連絡される。28日には、予約時に登録した携帯電話番号宛に SMS も送付し、周知を図る。また、すでに予約していた人が、代替端末として、 Galaxy S20 SC-51A を購入する場合は特典が付与される予定となっており内容については先日の電話連絡の際に案内される。ありがとうございます。